V5 は、東アプランより1993年に制作、稼働されたアーケード用縦スクロールシューティングゲーム。日本国外では、グラインドストーマーのタイトルで稼働された。時期、名マイナスレイレイを操作し、超現実体験ゲーム、グラインドストーマーの5番目のメニュー、VV の目的を調査する内容となっている。1994年にメガドライブに移植された。アーケード版は、 ゲーム誌、ゲーメストの企画、第7回ゲーメスト大賞にて、ベストシューティング賞4位を獲得した。8方向レバーと2ボタンで時期を操作。1ボタンで、ショット、2ボタンで、パワーアップの決定。ショットで地上と空中の敵を破壊しながら進み、ボスを撃破すると1ステージクリアとなる。敵の攻撃や体当たりによって、時期のストックを1級失い、ストックが0になると、 ゲームオーバー、料金追加でコンティニューが可能。ショットボタンには連射機能が搭載されており、押しっぱなしで理想的な連射攻撃ができる工夫がされている。この頃はアーケードゲーム設置店舗の設備による連射装置の有無により適切なゲームバランスが崩壊する事例が多く見受けられた。この問題を解決する方策として、本作のようにゲームの制作段階からプログラミングすることで、 どの店でプレイしても不公平感なくプレイすることができるように考えられた。6面2周の全12ステージ構成で最終面をクリアするとゲームは終了。2周目は敵を破壊するごとに大量の打ち返し弾が飛ぶようになる。アーケード版は1993年当時のアーケードゲームとしては珍しく、二人プレイが交代制のゲームである。そのためか、東アプランが 二人同時には遊べませんというステッカーを制作し、それを筐体に貼っていた店もあった。同社ではスラップファイト以来となる選択式パワーアップ方式を採用しており、グラデウスとほぼ同様の仕組みを持つ。また、ウィングなどといった装備の種類もスラップファイトとわずかに共通点がある。ゲーム中の決まった箇所でアイテムを持った敵が出現し、それを破壊すると中から 菱形のパワーアップカプセルが現れる。時期がこのカプセルに接触すると一番左のパワーアップゲージが点灯。さらにパワーアップカプセルを集めると順に一つずつゲージが右に進む。獲得したいパワーアップゲージが点灯している時にパワーアップボタンを押すとそれを獲得できる。同時にゲージ点灯は消滅し、再びパワーアップカプセルを集め直さなければならない。 時期はウィングを初期段階で2つ、パワーアップ時には4つ装備しており、装備している武器によって、ウィングの動きが変化するようになっている。ウィング本体に当たり判定はない。パワーアップ一覧ゲージの左側から順番に表記。スピードアップショットサーチミサイルパワーアップバリアショット、サーチ、ミサイルは重複して装備できない。なお、大型の敵や、中ボス、 ボスキャラなどは装備している兵器をもとに耐久力が設定される。このため、サーチを装備した状態でボスキャラに遭遇し、ミサイルに変更すると耐久力がサーチを基準とした低い状態のままなので倒すのが容易になる。また、この逆の場合では耐久度が高い状態となるため倒しにくくなる。パワーアップカプセルは手に入れた量に応じてステージクリア時に ボーナスが入る。さらに、ノーミス活前、パワーアップカプセルを入手して一周クリアした場合、500万点のボーナスが手に入り、それを取りつつ二周目もノーミス活前、パワーアップカプセルを入手してクリアすると、さらに1000万点のボーナスを手に入れることができる。ボンバーモードおよび海外版では各、ステージクリアのボーナスは存在せず、ノーミスで二周クリアした場合のみ5000万点の ボーナスが加算される。特殊アイテムフルパワーカプセルスペシャルパワーアップカプセル特典パネル1アップ国外でのタイトルはグラインドストーマー。パワーアップ方式がアイテム獲得による即時パワーアップになっている。アーケード用国内版でも隠し機能でコイン投入後にタイトル画面で右、左、パワーアップ、左、下、ショット、上、左と入力すると この仕様で遊べる。自動デモが始まるまでにスタートボタンを押さないと無効となる。なお、タイトル画面で入力するコマンドの最後の、左は、左の代わりに、右、下、パワーアップ、ショット、通常は使わない三つ目のボタンのいずれかでもか。通常プレイ時との違いその昔、2D や 3D といった視点を変えただけのゲームが、横行し、その発展があったとして、 仮想現実などと呼ばれるタイプのものまで出現したが上限のない人々の要求はそれらさえも満足させるには及ばなかった。西暦2210年人々のゲームに対するさらなる刺激の要求はここに究極のアーケードゲームマシンを誕生させた。その名はグラインドストーマー。この究極のゲームマシンはもはやプレイヤーがゲームとしてではなく現実に ゲームの世界に入り込み戦闘を体験するという超現実体験ゲームであった。このゲームの5番目のメニュー、VV。これはクリアしなければ現実の世界へは戻ってこれないというまさに自分自身の命をかけた超究極のスペシャルメニューであった。このゲームのために最先端のテクノロジーを結集して作られたプレイヤー機なマイナスレーそれは実際の戦闘機よりも はるかに優れたスペックを持っていた。常時装備されているウィングは、ウィング自体を全く別の次元に置くことによってどんな攻撃をも受けない無敵のデバイスであった。プレイヤーの操縦により攻撃範囲を自在に変更でき、またウィング同士が接触した際に発生する次元の歪みを利用することによって通常の数倍の威力の弾を撃つことができる。 ショット、敵を発見するとその機体内の生命反応数に対応して狙いをつけ、破壊するまで弾を打ち込み続けるサーチ、そして敵に命中すると敵機の燃料との核融合によって生成される、絶対事情がさらなる攻撃を加えるミサイル。これら選択可能な3種類の武器とウィングを駆使して多くのプレイヤーが立ち向かっていったが、未だかつてクリアして、 現実の世界へ戻ってきた者は誰一人としていなかった。ここに一人の青年がコインを投入しようとしている。彼は政府から派遣された情報調査機関の秘密情報部員であった。彼の目的は VV の本当の目的を調査することだった。果たしてこれは本当に単なるゲームなのだろうかそうではなかったとしたら VV の本当の目的とは一体彼が スタートボタンを押すと、すべてのスピーカーからスタートの合図が発せられた。ショータイム。また一人、若者が、VV の世界へダウンロードしていった。ゲーム史、ゲームエスト市場で行われていた、第7回ゲームエスト大賞において、ベストシューティング賞で4位、年間ヒットゲームで30位を獲得した。ありがとうございます。